制を行う。こんだけしかいねえのに分ける意味があんのか。そうだ、全員で突っ込みゃいいだろう。ダメ、これは守るための戦いよ。ディーボ、ターミナルを攻撃するため地中深く掘り進む。そうなっては騎兵での排除は容易じゃない。一匹も戻さず水際で D を阻止する必要がある。守備隊が突破されたら負けだと思っていい。守りを重視しつつ遊撃して敵をカッコ撃破するんだ。いいだろう、攻撃はこちらに任せてもらおう。暴れ役は俺に任せて突っ込んでな。君たちの機体では空中の敵に対処しにくい。来襲するダイモスの傾向は予測できる。敵のタイプに合わせて最適の攻撃隊を編成しよう。作戦は決まったな。出撃だ。慌てるな、菱山くん。なんだ、規制のそがれる。戦う前にまだやっておきたいことがある。兵装の強化を試そう。強化だと？今からか。解析できたメタシステムの一部だよ。戦闘で得たメタチップを使えば騎兵や兵装を大幅に強化できる。さらに騎兵の新たな兵装を即時に生み出すことも。すごいな、沖野。なぜ早く言わん。まだ試していないから確証がないんだ。習うより慣れろ。とにかく試してみよう。壊れたりしないだろうな。足のしびれや痛みは神経接続が馴染んでいないからだ。乗っていればそのうち慣れて違和感はなくなる。搭乗者が不慣れでも13機もいれば戦力としては申し分ない。だがセクター3より敵の攻勢は激しくなる。私の町の時より。そうなんだ。ゲルト君、 D 信号接近、攻撃圏内。来たぞ。それぞれ確認しろ。どうしたら。15番機、
攻める。気合よ気合。どうしよう。集中するのよ。17番機行くよ。なくちゃ。僕は。どうしたもんか。どうするよ。お出ましだぜ。早く移動しないと。待ってた。私だって。当たり、やっつけた。何かいい手は。常に先を読むんだ。そこだ。くそ。当たった。何機倒せた。あれは仲間といは嫌だね。落ち着け。もう20番機。どうしたの。仲間といは嫌とかしなくちゃ。怪獣めやったか。どうだ。怪獣を破壊した。うだうだ悩んでも仕方ねえ。焼き入れてやな。弾けろ。しっかりしないと。やっつけてやる。当たった。ここに攻撃だ。どうだ。どうすりゃいい。範囲内。きつい役回りだぜ。どうすりゃいい。すぐ攻撃。いつもの喧嘩と同じだ。攻撃範囲内。くたばれ。気を緩めるな。この距離なら。よし。きつい役回りだぜ。バッチリだぜ。一丁上がり。いや、動くな。急速接近中。当たった。どうだ。やるわよ。頑張らなくちゃ。行くわよ。これで耐えない。敵攻撃範囲内。痛い目見るぞ。当たった。何かいい手は。遅い。ヒットだ。何機倒せた。気合いよ気合い。見てなさい。当てた。やったわ。足手まといは嫌だね。20番機動くぞ。喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。やってやるぜ。弾けろ。うまくやるんだ。ユキちゃんにいいとこ見せないと。行け。当てた。おとなしくしてな。どう攻める。いいタイミングだ。今日ついたか処理した。おでもうだうだ悩んでも仕方ねえ。急速接近中。
じけろ。僕は見てろ。どうだ、倒したぞ。敵兵消滅確認。イージス起動、ターミナル封鎖完了。周囲2km、完全防衛圏、戦闘情報処理終了。敵の反応が一斉に消えた。こんな手があるなら先回りして全部やっておけよ。それができれば苦労はないんだ。イージスは D がターミナルに接近してからでないと起動できない。地下にある円盤の中枢を狙って、円盤の各所にあるターミナルへの侵入を試みている。中枢を取られれば世界は消滅する。防戦一方の戦況ではターミナルをイージスで塞いでいくしかない。こっちは守るだけ。一方的に殴られっぱなしかよ。そうだ、守りきる他ない。もう敵はいないのよね。なんとかなった。ゲームみたいにはいかないね。